キックオフ石川。キックオフ石川。キックオフ石川。こんにちは。今回は家電量販店の100万ボルトからお送りします、はい、100万ボルトといえばトップパートナーの一つというね、制限を応援している場所なんですけれども、制限金沢のコーナーもこれだけあるということで、いいですね。なんか番組のためのセットみたいでね、いいですよね、はい。そしてリーグ戦で勝利するとその翌日に来店ポイントが2倍になるということでもおなじみです。まずは向上心と笑顔を忘れない少年サッカーチームです。日暮れ頃、金沢桜ヶ丘高校のグラウンドで練習を始めたのは少年サッカーチーム金沢城北 FC。 いい挨拶だったな。浅野町小学校や森山町小学校の子どもたちを中心に、この日はおよそ30人が練習に励んでいました。金沢城北 FC のチームのコンセプトは3つの上昇です。一つは、常に勝つと書いて上昇。ただし、選手がしっかりと勝ちを目指すっていうところで、指導者は勝ちを目指すのではなくて、選手が勝利のために、練習を励むっていうところをイメージしての上昇で、もう一つが上昇志向ということで、アグレッシブな気持ちとハングリーさを求めて常に練習でサッカーに上手くなるということで、3つ目が常に笑うという上昇。サッカーを通して笑顔を、繰り出しながら、皆さんと楽しく、選手もコーチも楽しいっていう状況を、チーム全体で作っていきたいなというふうに思いまして、上昇という言葉を使わせてもらう。いいですね。練習面白い。うまっ。はい。面白い。大きな水筒。見てやろう。しっかりやるときはしっかりやって、遊ぶときとかはしっかり遊んだり休んだりするっていう印象です。6対4で練習が6で遊ぶが4。結構遊ぶも多いね。はい。チームは現在全日本 U12 サッカー選手権石川県大会に向けて練習しています。みんな努力して上手くなって絶対優勝します。辰巳さん、はい、金沢城北 FC、はい、どうでしょう。3つの上昇いいですね。一つ一つにしっかりと意味がありますし、覚えやすいですし、なんといっても皆さんの笑顔が素敵でしたね。上昇のうちの常に笑う、はい、でたくさん遊ぶというのは、鬼ごっこをウォーミングアップの時にしたり、そうなんです、はい、保護者の皆さん主導でバーベキューしたり、合宿をしたりというようなことが上昇ということにつながっているということなんです。遊びの部分が多いというイメージでしたけど、まあ、その鬼ごっこであったりとか、これサッカーに必要な要素というのは結構入ってるんですよね。相手の様子を見て自分の動きを変えるとか、リアクションであったりとか、そういうのは自然にサッカーにもつながってると思いますし、常に勝つという意味での上昇の中でもコーチたち その考え方、はい、ここはこう勝利を目指すためにしっかり練習をさせるというそのコンセプトは非常に素晴らしいなと思いました。ここで親子サッカーイベントのお知らせです。9月17日県陸上競技場のサブグラウンドで JFA キッズ親子サッカーフェスティバルが開催されます。参加費は無料。お申し込みは石川県サッカー協会のホームページからお願いします。親子で楽しく体を動かしましょう。お知らせの後は試合前日に行われるスタジアムの設営を取材しました。ホームの前日の会場設営は制限金沢のスタッフとボランティアスタッフが行っています。たくさん。この日は祝日だったこともあり、ボランティア30人ほどが集まりました。ありがたい。まずは柵を設置して観客の通路を作るところからスタート。この日も朝から強い日差しが照りつけていましたが、何度も参加しているサポーターも多く、手際よく作業を進めます。会場設営の中でも重労働なのが LED 看板の設置です。試合の日には
パートナー企業の名前をカラフルに浮かび上がらせる LED 看板ですが、重たいパーツを一つ一つ組み立てて配線まで行います。重たいらしいですね。重たい、めちゃくちゃ重たいですボランティアスタッフが参加するのは設営だけではありません。この日はイベントで使うヨーヨー作りを手伝っていました。およそ2時間の作業はもちろん無償です。皆さんどんな思いで参加しているのでしょうか。チームの力になりたいっていうのが一番ですので、まあ、試合で応援するのはもちろんですけど、まあ、準備も一緒に手伝うことになら自分たちもなんか試合を作っているっていうなんか気持ちに勝手になるので、まあ暑いけど、試合が勝てればいいので、別に今日のことは明日のためになればいいかなと思ってます。思ったよりも本当に細かいところまで準備されているのを知ってすごくなんか感謝の気持ちが、ね、出ました。いつも以上に。ひろしさん、はい、あのこの映像は本当に一部で、他にもいろんな仕事があるんですよね。そうですね、あの選手の、はい、だってエンブレムの上りを立てたりだったりとか、はい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 、とにかく皆さんめちゃめちゃ元気に楽しくすっごい働いてくれるんですよ、はい、もう愛情の深さを感じる瞬間ですね。でぜひたくさんの方にボランティアとして参加していただきたいんですが、だいたいホームゲーム前日の午前中に作業をすることが多いということです。公式ホームページや SNS でお知らせをしますので、時間を確認して県陸上競技場の正面入り口に集合してください。続いては珍しい企画を紹介します。8月12日県陸上競技場で開催されたロアッソ熊本戦で新しい試みが行われました。普段はメインスタンドやバックスタンドで応援しているサポーターにゴール裏での応援を体験してもらおうというもの。ゴール裏の応援は熱い、ゴール裏は一体感がすごい、ゴール裏での応援に興味はあるものの知り合いがおらずどうしたらいいかわからないと踏みとどまっているサポーターが対象です。日頃ゴール裏で応援している先輩サポーターに手助けしてもらいながら、試合後半だけゴール裏で応援します。この日の試合は豊田選手のゴールもあり、前半後半ともに非常に盛り上がりました。ゴール裏を初体験したサポーターはどう感じたのでしょうか。気になるな。ご家族で SL、 そうで今回じゃ初めてゴール裏で子供が行きたい、行きたかったんだ。どっちが楽しかった？え？ゴール裏。ゴール裏の方が楽しかった？応援とかいっぱいできて楽しかった。応援は初めてです。はい、今回初めてなので上からちょっと見させていただいて、ゴールした瞬間とかうわーってみんなで一体になって盛り上がってたっていうのを見てたんで、非常に面白かったなと思います。もう全然もう熱がもう勢いがもう波動が伝わってくるんで、もうそれがもう初めての経験だったんで、もうすごいなって思ってしまったんで、ちょっと言葉足らず大変申し訳ないんですけども、楽しかったです。普段からゴール裏の応援をしているサポーターは、やっぱりメインとかあのバックスタで来られてる方なんで、やっぱりあのちゃんととかは なんとなく耳に入ってると思うんで、あのすぐ入ってこられて、ちっちゃい子供も飛び跳ねて、いやいい雰囲気で楽しかったです。興味のある人の背中をちょっと押してあげる企画でしたが、はい、僕メインから試合見てたんですけど、はい、あの日気のせいかすごいゴール裏多く感じて、そのコロナ禍明けてから、ちょっとゴール裏の人数って減ってたようなイメージだったんですけど、すごい多くて声もすごい大きかった、そんな感覚ありますね。そうですよね、8月20日に開催された明治安田生命 J2 リーグ第31節ザスパ草津群馬戦は雷の影響で中止となりました。広瀬さん、雷で中止になる、非常に珍しいのかなと思ったんですが、経験あります？僕自身は試合中に中止になるっていう経験はないですね。試合前の中止は何回かあるんですけど、はい、雨風っていうのはできるんですけど、やはり雷っていうのはその人命に関わるところなので、まあ致し方ないのかなっていう気もしますね。はい、
この試合がどうなるかということなんですけれども、取り扱いについては決定次第改めてお伝えします。夏の補強で加わった木村雄大選手にコメントをいただきました。キックオフ石川をご覧の皆さん、こんにちは。京都サンガ FC から来ました木村雄大です。ゴールアシストという結果にこだわって必ずチームを勝たせれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。大型フォワードの木村選手、楽しみです。ではまた来週、頑張れ全言。第31節ジャスカプサツ群馬対ツエーゲン金沢戦ですが、落雷の影響により中止が決定いたしました。